その子って俺のこと？俺はつかさ、あまねの双子の弟なんだ。さくら、準備できたよ。わかったわ。あ、そうだ、あの子も君と同じになればずっと一緒にいられるんじゃない？この間屋上で会ったばっかりだね。無駄に距離が近い。そうかな。そうでしょ、降りて。仕方がないから人間というより猫みたいなものだと思うことにしてるわ。猫ん？よいしょ、捕まえた。死んじゃった。いや、死んではないから。花子くんの彼女。違う、さくらとあまり付き合ってたらどうした？ちょっと子供っぽいけど意外と頼りになるのよ。お？ちっていうのが本当だとしても、うん、するのよ。意味がわからない。ねえ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 、もうあまねとチューした？え？チューした？な、お、やめなさい。はあ、あまねだ。つかさ、お、ちょっとつかさ、話を。あまねあまね、生きてる？え、そっか、よかったね。ああ、女の子には優しくしないといけないんだった。ごめんね。よしよし、はいはい、どうどう。おお、また来た。何だってなっていいんだよ。蜜が結構強くなったよ。ぐしゃーってやられちゃうかもよ。新しい力でぐしゃーってしてよ。飛んでね、蜜葉がぐしゃーって。ほら蜜葉、ぐしゃーって。あれ、やだ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 。やって、やらせていただきます。おー、すごいすごい。エロビデオみたいに。そう、エロビデオみたいに。あの子のそばにいて大丈夫かな。フランケンシュタイン、狼男、メリーさん、それにバックリャー。あ、いたずらしちゃダメ。好きだよ、あまね。また一緒に遊ぼう、昔みたいに。ね。